はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕の動画では珍しく大都心の渋谷に来ております。まあ、というのもね、まあ、渋谷といえば分かる方もいらっしゃると思いますが、大食いの方もね、みんな行っている渋谷かえりさん、まあ、本日はね、こちらに向かっておりまして、いろんなね、動画見てる方はお察しの通りミートサンドっていうね、もうめちゃめちゃうまそうなサンドイッチがありまして、本日はそちらのね、もう絶品であろうメニューを大量にね、食べていこうと思っております。まあね、そんなこんなでもうお店の目の前ということで、今ね、僕のこの後ろに見えておりますお店が渋谷かえりさんでございます。今回いただくのがこちらのミートサンドということで、これ見えますか皆さん、めちゃめちゃうまそうでしょう。もちろんね、かえりさんなのでミートサンドの他にもこういったお酒や海産物ね、こんなのめちゃめちゃうまいんですよ。まあいろいろね、美味しそうなメニューはあるのですが、本日はね、こちらのミートサンドをいただいていこうと思います。それでは店内に入りましょう。よいしょ。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりまして、今ね、座っておりますが、もうね、そろそろね、こう周りにちょっとずつメニューができ始めてるんですけど、改めてですね、今回いただくこちらのミートサンドの説明をさせていただきます。これね、ちょっとメニュー表見えますかね。皆さん YouTube 見てる方は知ってる方も多いかもしれないんですが、三笠さんね、僕もよくお世話になっております。こちらの方がね、まあ動画にしたのがきっかけで、かなりこのメニューになったりとかしたんですけれども、ミートサンド、これ S と W あって、これお肉の量が 150g と、まあ、300g と変わってくるみたいです。でラザニア付きのセットがあったりだとか、三笠さんといえばということで、こちらラザニアとライスに漬物がつく、このね、突拍子もないセットなんかもあるらしいです。で今回ね、これご紹介させていただいたこの三笠セットなんですけど、要予約制、まあ、数量限定となっておりますので、このねセットが食べたい方は事前に予約してみてください。ということで、ただいまね、注文させていただきました、ミートサンド。今回ね、ダブルを10人前、約ね、3キロですね、ミートサンドご用意いただきました。もうめちゃめちゃうまそう。まあ、お肉なんでね、あったかいうちが一番美味しいと思いますんで、早速ね、いただこうと思います。いただきます。これ皆さん見えますか？ミートサンドこんな感じですね。もうハラミがぎっしりと詰まっております。そしてこれ早速いただきます。うまっ、うまっ、めちゃめちゃジューシー、うんうんうん、わあ、ちょっとかじったところですいません、皆さん見えますか、このジューシーさ、たまんなくないですか。見た目通りにかなりお肉も柔らかいですし、でもね、かつハラミなんでヘルシーなんですよ。これいいよね。今1個いただきましたけど、これ食べ応えすごいですね。女性の方でもフラッと、うん、満腹感とかではなくて、あの満足感がすごいというか、ありがとうございます。そう、このお肉ぎっしりしたのがたまんないな。ちょっと甘辛いソースが結構絶品で、かつこのマスタードね、そのねアクセントがちょうどいいです。ほんとね、ミートサンドというかもうステーキサンド、すごい。これね、いろんな人の動画とか、まあ、Twitter とかで見ててね、ずっと食べたくて、念願のね、このミートサンドなんですけど、こんだけね、この食べたかったミートサンドに囲まれて、僕はね、幸せです。でも本当にあの、かえりさんって、その海鮮だけじゃなくて、お肉のこだわりとかもすごいですよね。本当にお店の人が目利きしてこう注文された鮮度抜群のね、お肉がかなりいただけて、このハラミもすごいですよね。焼いてるハラミなんだけど、油抜けも全然なくて、このパサッとした感じ、ハラミ独特の、あれが全くないですよね。これ食べてほしいですね、いろんな人に。
も。そういえばこちらのお店の店長さん、文福飯店さんとか二代目江戸さんとかね、このデカ萌えのお店の方ともすごく仲が良くて、なんかね、さっきちらっとお店に来た時に文福飯店のとしちゃんさんからなんかね、後ほどプレゼントがありますって言われたんですよ。あの文福飯店さんからのプレゼントはね、ちょっとね、何が来るか怖すぎるよね。文福の時にでっかいの来たらやばいな。今お持ちのお皿が一つ来るので、ちょっと場所だけ、あ、はいはい、わかる、でっか、あ、なんか来た、ちょっと待ってください、はいはい、ありがとうございます、おめでとうございます、おー、ありがとうございます、おー、ラザニアに、あー、このデコレーションしていただきまして、うわ嬉しい、よかった、とんでもない量が来るかと思ったんですけど、ドキドキしたんですけど、看板メニューのラザニアですね。これにあのちょっとデコレーション可愛くしていただいて、サプライズでプレゼントいただきました。すみません、ありがとうございます。これもちょっと美味しくいただかせていただきます。今ね、ちょっといただいたラザニアの商品名がこちらになりまして、これね、あの正式名称ですからね、全部が。皆さんね、あのお間違いないようにしてください。そしたらね、ちょっとラザニアなんかは熱々のうちにまずね、一口いただいちゃいましょうか。これうわぁ、うまそう、よいしょ、うわ、めちゃめちゃうまそう。いただきます。あっさ、うまっ。うん、まあ実はね、このラザニア僕も以前いただいたことあるんですけど、本当にね、このラザニアがうまいんですよ。うまい。ただね、全部本当にうまいんですけど、量多すぎ。多いな、結構。ちょっとライスいただいたんで、せっかくなんでね、このライスを試してみようかな。じゃあそれ、ちょっとお肉でも試していいですか、これ。ちょっとセット食べてくれる、ラザニアをミートサンドに塗って食べるっていう食べ方はよくあの、ラザニアにミートサンド試すしかないですね。よいしょ、そしてこのちょっとラザニアをミートサンドを挟みまして、うまっ、うん、このチーズ感やっぱいいですね。うわ、このミートサンドラザニアセットはこれめちゃめちゃいいかもしれない。あっさりしてる感じがあるので、ハラミなので、そこにね、このラザニアのチーズ感とか混ぜるとまたね、一味ワンアクセント加わって、これね、セットありっすね。うん、ちょっとハマったかも、これ贅沢なセットですね、これ。本当にお肉自体はこの歯でちゃんとあのついてこずに噛み切れるぐらい柔らかいんですけど、このね、この厚みですからね。こんだけで食べてるとやっぱりこう重量感っていうか、この顎にもね、しっかりきますね。このメニューはね、もともと系列店下北沢にあるお店で、まあ、発祥なんですよね。これあのもちろんこの渋谷でも食べられるんですが、その下北沢の方でもいただけるので、ぜひね、あの楽しんでください。これは絶対に楽しんだ方がいいですよね。ラザニアとライスいってみよう、これラザニアとライスで、よいしょ、うん、うまいけど重い。味自体はそんな濃くないのに、お肉感が強いので、このだしとかうまみが強いから、確かに十分おかずとしてはなりますね。そうですね、いろんな
サプライズがあってお腹がだんだん溜まってきますね。ミートサンドは今日お持ち帰りはできますので、せっかくね作っていただいたから無理せず美味しいところでねやめて、残りはねテイクアウトにしたいと思っております。3キロだからと思ってちょっと正直ね侮ってたんですけど、チャレンジメニューぐらいきついと思う多分。満腹感というよりも何よりも本当にねお肉のジューシーさとかパンのうまさとかがあるんで、満足感でねお腹が膨れてくる感じですね。まあ普通の方はね1個で大満足だと思いますんで。じゃあすみません、残りのミートサンドを包んでいただいても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。実はね、うちの嫁さんも、もうこれね、撮影するって言ったら、絶対持って帰ってきてって言われたんで、もともと別に2個包んでもらったんですけど、想像以上のテイクアウトになりましたね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ああ、また。ということで、本日はですね、渋谷かえりさんで僕がね、もうずっと食べてみたかったミートサンドをね、満足がいくまで食べさせていただきました。いや、もうね、このミートサンド、絵力がすごいんだけど、それ以上に食べてみるとね、美味しさがすごかったです。本当にハラミがね、柔らかくて絶品で、いや、これね、皆さんに食べてほしい一品でございます。またね、サプライズとかでこのラザニアもいただいたりとか、煮方セットということで、ライスだったりとか、漬物もいただいたりということで、まあ、いろんなね、まあ、ありがたい、嬉しいことがありまして、今日の撮影はね、本当に幸せでございました。ありがとうございました。今日紹介したメニューの他にもこちらの渋谷かえりさん、いろんなね、お肉だったり、海鮮の絶品料理がございますので、気になった方はね、もう渋谷の駅から徒歩すぐでございますので、こちらの渋谷かえりさんで、美味しいおかずと、美味しい一品を食べながら、美味しいお酒で、楽しい夜を過ごしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。